はい、こんにちは。レトスのオーノです。4月14日の3問に入っていきます。請負い契約において、請負い人が仕事を完成しない間は、請負い人は損害を賠償することで、請負い契約を解除することができる、○か×かという問題ですで。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず、請負い契約で重要なことっていうのは、言葉の意味なんですね。 請負い人と注文者って二人いるんですよ。まあ、今回請負人しか言葉出てないんですけども、請負い人と注文者っていて、例えば会社員の方がマイホームを建てようと思って、建設業者と請負い契約を締結しました。この場合、注文者っていうのはこの会社員なんですね。一方で、建物を建設する建設業者が請負い人なんですよ。まずはこの事例を頭に入れておきましょう。 で、今回問題文は、請負人が仕事を完成しない間なんでえ、例えば建物を建てるっていう事例であれば、まだ建物が完成していないという状況なんですね。この場合、建設業者は損害賠償することで請負契約を解除することができるかって聞かれてるんですね。で、答えは×です。仕事が完成する前、今の事例でいうと、建物が完成する前に損害賠償することで契約解除できるのは、注文者側なんですね。つまり会社員の方です。 本もは浮負絵人となっているので、誤りだということです。で、これ意外と盲点になってるかもしれません。あのー、基本的な問題なんで、まあ知ってるか知らないかって話なんですけれども、まあこれ条文レベルの問題なんですね。で、過去問からの出題もあるんですよ。だからこれ試験で出題されてもおかしくない問題なんで、もうこの場で、えー、覚えてください。で、問いにですね、重要事項説明です。現地案内所を設置して、 そこで重要事項の説明をさせようとするときには当該説明は案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならない○〇か×かという問題ですね答えは×ですまず案内所等で契約したり申し込みを受けたりする場合成年者である専任の取引士を1名以上置かなければなりません、まあ、これは基本事項ですよねこれは絶対に頭に入れておきましょう そして案内所等で重要事項を説明する場合この専任の取引士でなくても構わないんですね、まあ、通常の取引士、専任でない取引士であったとしても重要事項説明可能ですなので答えは×になりますで、選任の取引士と取引士、まあ、普通の取引士ですよねの違いについては個別指導で解説させていただきますでちなみに、宅見合格者イコール取引士じゃないんですねここをちょっと注意しましょう、まあ、取引士って達見士って言われるもんですね これ、イコールではないので、この点注意してください。宅権に合格しますよね。で、その後、知事の登録を受けます。で、取引証の交付を受けます。で、これでめでなく取引士です。まあ、登録を受けたら取引士っていう考えもあるんですけども、ただ、この時点では取引証がないわけなので、取引士としての仕事はできないんですね。その点が頭に入っていれば大丈夫です。で、問いさんですね。A が事故の所有する市街化区域外の 水田5ヘクタールに、当社を建設する場合、都道府県知事の許可が必要である。丸か×かという問題です。で答えは、丸ですね。まず、水田っていうのは農地ですね。でつまり、A は市街化区域外の5ヘクタールの農地を転用しようとしているわけです。豚社に変える。農地をン社に変えるってことは、これ転用しますよね。ってことは、これは4乗許可が必要になってきます。そして、4乗許可については、面積に関係なく、 都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただですね、あの、指定市町村の場合については、市町村長の許可を受ける形になります。で、指定市町村ってどんなものかっていうと、横浜市とか名古屋市とか大阪市とか仙台市とか、まあそういった大都市をイメージできれば大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオ野でした。